まず第1部のおさらいは、まずグリップですね。グリップの握り直しによるストロングリップ、そしてスイングプレーンを、縦に、体の回転は横にという感じ、まあ、最後に右手のグリップでを柔らかくすることによってシャフトのしなりを感じる、まあ、この大体3点で、第1部、レッスンしていきました。でこれから、第2部に進んでいきます。第2部もですね、そこからのね、付随した、レッスンの方から進めて、徐々に、柔らかく力強い、それでいて力強いスイングを平本さんと頑張っていきます。今回の復習はこのグリップね、はい、下からならないようにするとですね、それと、まあとこう、はい、こうならないような反動をつけないとね、反動をつけてくるとスイングがリズムが速くなるんで、まあ、反動をつけないようにしてできるようになってるというのが一つで、もう一個がちょっと前回のこれでやってみますが、ちょっと一回見ててね、はい、展開としてはこういう腕の動きとしてはもうここに壁があってここしか行けませんよ。ここはもう未知の世界で、じゃあどうするのったら自分が回れば、はい、プレーンを作れますよ。これがプレーンを作るっていう意味合いになってるから、これをどうしてたかっていうと、こうやってるわけ、ね、してこうやってるね。でこの部分がこのこれでこう作ってこうやるんです。こうなってたらまだいいんだけど、こうなってるわけ。だから、こうやってまたこうやるっていうか、だから、こう、この中で動いちゃうってことです。だから、イメージ、こういうイメージに自分がこう。で、今はこのままでいいから、こうやって。ちょっとやって。じゃ、手動かないでしょ。フラフープを使って、右の V の字が右の肩を指す。このフラフープのラインをちょっと説明していくというのが、今回のテーマになります。これがスイングプレーになるんですけれども、これは V の字とつながりますね。右手の V の字がこのラインを指すと、このように開いてしまうとプレーンからこの後外れてしまう。でグリップを握り直しとかね、こう手首で無理やりプレーンに乗せるとこのように外れてしまうので、プレーンは縦なんだと。肩が回転する、体が回転するから横になる。この V の字の関係性とプレーンの関係性、ここら辺を、テーマに、この初っ端のレッスンは2部のレッスンは進めていきます。そうですよね。そうで、こうだから、そう、こうなるってことです。それでプレーンができたんです。あとはこのプレーンに対してこうやる。あ、こうだよね。まずは、まあこうじゃない、こうしか動きません、はい、だから自分が右向け右でこうなりました。これでプレーンができました。プレーンに対してこう動くだけだから、こうなりますよっていうね。はい、では今ここがアドレスにしたらここだった。そうで、ここに来た時にますよ。ここに来た時に、こう絵を描く。フラフープのフラフープはこういう絵になる。まあ、ここら辺のところはまたあれなんだけど、展開になるね。ですから、ここがフラフープでいうと、右の V の字が右の肩を指せる。はい。ってことは、グリップしたときに、この V の字がここに取ってるラインがこういうふうになってるってことですね。はい。はい、これがこうなってたときに、打つときにね。それからこういうふうになってるっていうかね。そうすると、この V の字の方向にしかクラブは上がらないよってことですね。それに対して右向き、右でこうなると。そうすると、プレーンにちゃんと決まるし、
そこのグリップのポジションが崩れないってことっていうふうにすると、今までが被ってたのがちゃんとスクエアにあげますよ。そうすれば打感が柔らかくなりますよ。この展開が今このままでの変化で、それをやりましょう。そういう感じで、こうなって1回も引き込まないってことで、もうこうやって誰でもできるわけで、それでその後にこう触れてくる。ああ、そうか、足はいいよ。そう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 。